ジェレミー・デラーは英国のコンセプチュアルアート、ビデオアート、インスタレーションアーティスト。デラーの作品の多くはコラボレーションによるものであり、取り扱われる主題において政治的側面が強く、また制作プロセスにおいては他の人々との関わりによってアーティストとしての美的、芸術的関与を減らしている。2004年にターナー賞を受賞。二千十年には ロイヤルソサイティオブアーツのアルバートメダルを授与された。特に1984年イギリスで起きた鉱山労働者のストライキ中に発生したオルグリーブの戦いと呼ばれる暴動を再現した作品バトル・オブ・オーグリーブで知られる。2007年から2011年までデートギャラリーの表議員を務める。ロンドンで生まれセント・ジョンズとセント・クレメントの小学校を卒業し、 ダリッチ・カレッジを経て、コートオールド美術研究所で学士号を、サセックス大学で、デビット・アラン・ベラーの下で、美術史の修士号を取得。パレド東京でのデュヌ・レボリューション・アエル・オトラの展示、彼の芸術と文化への幅広い関心の一部は、子供時代に、南ロンドンのホーニマン博物館などの美術館を訪れたことに遡る。1986年に、アンディ・ウォーホルと出会い、 ニューヨークのファクトリーで2週間過ごす。1990年代初頭から作品を制作し始めるが、それらの多くは通常のギャラリーではない場所で発表された。1993年には両親の休暇中に実家の部屋を使ってオープンベッドルームと名付けた展示を行った。1997年ストックポートのウィリアムズ。 フェアリーブラスバンドとの音楽コラボレーション、アシッドブラスを開始。このプロジェクトは、伝統的なブラスバンド音楽とアシッドハウス及び、デトロイトテクノとの融合に基づいている。デラーの代表的作品ザ・バトル・オブ・オング・リーブでは、1984年に起こった鉱山労働者のストライキからの暴動に参加した人たちをおよそ1000人集め、その様子を再現した。制作には、 映画監督マイク・フィンディス、チャンネル4、アーテンジェルが協力した。この作品は、映画アリアン氏の21世紀のベストアートで2位に選ばれる。評論家のヘティユダによると、ある種の記念碑であり、パフォーマンスは、参加型の儀式、創刊、生きた、アーカイブ、そして追悼の場でもある。2004年スペインのサンセバスチャンで開催されたマニフェスタコのオープニングでは、 街の通りで地元の代替社会やサポートグループの幹部に参加してもらいソーシャルパレードを行ったグラスゴーインターナショナル2012でのデラーグラスゴーインターナショナル2012で上演されたサクリリッチ。フォークアーカイブはアーティストのアラン・ケインの共同プロジェクトピープルズアートピープルズアートと呼ばれるイギリスの庶民が生み出すアート作品の記録 2006年後半には、ロンドン郊外の川掘りの家を公募する建築コンクール、ザ・バットハウスプロジェクトを開始。2007年、ニック・アブラハムと共同監督で、イングランド出身のロックバンド、デペッシュモードのファンを追った、ドキュメンタリー映画ザ・ポスターズ・ケーム・フロム・ザ・ウォルスが、ロンドン映画祭で初公開され、その後世界中の映画祭で上映された。2009年、デラーは、 マンチェスターインターナショナルフェスティバルとコーナーハウスの共同移植によりマンチェスターの中心部をディーンズゲートに沿って練り歩くマンチェスター風の無料参加のパレードプロセッションを制作。このプロジェクトはグレーターマンチェスターの10の区から選ばれた多様な人々のグループと協力して行われた。2009年にはザスリー m プロジェクトの一環としてデラーは It is for what it is, conversations about イラクを制作。このプロジェクトでは、ゲストの専門家を招いて、イラク問題について自由な形で来館者と対話をしてもらうことで、公共の議論を促進することを目的としている。2012年のオリンピックのために作成された、ストーンヘンジの実物大バルーンレプリカサクリリッチは、英国中だけではなく、最終的には2015年に、 マドリッドのモストレスまで巡回された。2016年にはアートイベント We Are Here Because We Are Here を主催。これはソングの戦い100周年を記念してイギリス各地の公共スペースで開催された。2017年マンチェスター国際フェスティバルでイベントフォット Is the city what the people を主催。2019年ロンドンのユダヤ博物館はデラーに特別展示。 ジューズ、マネー、ミスのために、現代のメディア、政治家、プロパガンダリストが反ユダヤ的な発言をしている、映像を上映する、短編映画の制作を依頼した。ダグラス・マレーは、ドナルド・トランプ米大統領がアメリカから権力を流出させる、エリートを批判するクリップを使用した、この映画を、不公平な過剰主張であると批判した。エブリバディ・イン・ザ・プレイス。 アンインコンプリートヒストリーオブブリテン1984-1992では、イギリス1980年代の霊部文化や政治的混乱を取り扱う。2019年後半、デラーは、ピーター・ルーの虐殺の記念として、講演者のための演壇と平等運動家のための記念碑の制作を計画していた。作品内には、 車椅子利用者が目立つように描かれていたにもかかわらず、また展示準備の過程でアクセスの問題が提起されていたにもかかわらず、車椅子利用者のための配慮が全くなされていなかったことを認めざるを得なくなったのである。障害者団体による抗議は土壇場での再設計につながり、デラーは自分自身を懲らしめられたと表現した。 ターナーコンテンポラリーでのイングリッシュマジックの展示2013年のベネツィア・ビエンナールではイギリスの代表に選ばれた。2004年にターナー賞を受賞した。この賞を受賞したデラーはターナー賞にノミネートされたことは不愉快な経験ではなかったと語った。彼はこの賞を自転車に乗るすべての人、ロンドンで自転車に乗るすべての人、野生生物の世話をするすべての人、 およびクエーカー運動に捧げると述べた。2007年にはデートギャラリーの評議員に任命された。2010年10月1日、28人のもとターナー賞の候補者と18人の受賞者が共同署名した英国政府の文化賞機関、ジェレミー・ハントへの公開書簡の中で、デラーは芸術に対する公的資金の将来の削減に反対を表明。書簡の中で、 共同署名者たちは、英国の芸術を、文化と創造性の驚くべき、肥沃な景観と表現した。2010年には、公共の反応と創造性を奨励する芸術の創造に対して、ロイヤルソサイティオブアーツのアルバートメダルを授与された。2012年から2013年の間、ファウンドリングミュージアムの評議員を務めた。2014年8月、 スコットランド独立住民投票の準備期間中、スコットランド独立運動に反対するカーディアンへの所管に署名した200人の著名人の一人。2017年イギリス総選挙では、テリーザ・メイの選挙スローガンにちなんで、ストロングステーブル・マイ・アースという言葉を冠したポスターを作成し、ロンドンのあちこちに掲示した。ありがとうございます。